ということで、シカコこと小栗梨花です。シカコ宇宙始まります。はい、ということで、なんか挨拶考えたいんだよね。まあ、この今日話すことじゃない、今日というかこの回で話すことじゃないんですけどそうなんだよね。これは多分もしかしたらもうすでに前の配信会で言われてるかもしれないし、後の配信会でこの議題が上がってるかもしれないですけれど、今急に思いました、すいません。はい、ということで今回は、なんとこちらをプレイしたいと思います。ダン、青鬼やってんの。いや、なんか映像、なんか画像みたいな、ちょっとなんか怖そうな、YouTuber の方が、っていうか、まあ、ヒカキンさんがやられてるのを見たことある。なんか、サムネみたいになってて、なんかそういうのがあるらしいっていうのは聞いてたんですけど、はい、ちょっとね、怖そう。初見の方がいいと思って、もちろん他の方のプレイも見てないし、話はそんなに聞いてない。ヤブちゃんはやったことがある。D、ヤブちゃんはやったことあって、で、私もそんなに怖いの正直得意じゃないけど、まあ、せっかくみんながいるからできるなっていう気持ちで、今回やるんですね。ただ、P の、ボイボイ P はもう絶対にそういうの見たくないらしくて、多分見ないっぽいです。でも、何が何でも編集時見なきゃいけないんだよな。そう、そっちの方がなんか、まあ、でもまだ私がさ、多分、うわーとか言ってるんでしょ？わかんない。私も真顔かもしれない。そしたらただただ、なんか、無の怖い動画を編集しなきゃいけないかもしれないですけど、すごく嫌がってます。そうなんだよね。怖いの。第五人格でも嫌だって言ってたもん。怖いって言ってたから、よっぽど怖がりなんだと思うんですよね。だから、ちょっと、どうなるんだろう。ちょっと怖そうだなと思って、なんかその怖そうな感じをこのね、今この撮ってる動画でもちょっとなんか暗い感じにしてるんです。暗い感じっていうか、そのなんかブラインドの暗さ入れたりしてるんですけど。あと、普通に座るとね、もう見えなくなっちゃうから、今こういうちょっとなんか、閉じ込められてる人みたいな、体勢でお送りしてます。すいません皆さん、今回も あれでそんなでかい態度で実況してやろうって思ってるわけじゃないんで、勘違いしないでいただけたら嬉しいなと思います。ということで、青鬼頑張って、いやープレイしたいと思います。今青鬼がなんか降りてきたみたいになっちゃった、わかんない。青鬼がどんなんなのか全然わかんないんですけれども、やりたいと思います。スタート。さあ、ということで始めたいと思います。ドキドキの音をねめっちゃ大きくしようとしてますけど、はい、まずこれもうマスクの変更とかも何もしなくていいのかな、全然わかんないけど、もうこのちょっとトップ画面がそもそも気持ち悪いですね。よし、じゃあニューゲームで始めます。スタート。通常モード、始めるでいいのかな、始めます。このシナリオをシナリオなの、青鬼って。なんか追っかけっこするだけだと思ってた。このシナリオ始めますか、始める。ヒロシ、名前何する、普通に考えたらシカコか。うん、まあ、シカコでいいか。あ、なんかすごい煽ってるみたいな絵文字使えんの、あ、シカ、すごい。シカコ。これにしよっか。じゃあ、絵文字使えるのかな？ちょっと押してみます。使えたっぽい。わかんない。なんか、ジャビジャビってなってるかな？もしかしたら。お、なんか今のところあんまり怖そうな感じしませんけど。どうなるんでしょう。スキッパーを押さないで。町外れにある無人の館。そこにはお化けが出るという噂があった。やだね。あ、なんか、動かせんの？ああ、動かせない。タクロー。中は思ったより綺麗だな。なんだか寒いわ。おい、もう帰ろうぜ。なんだよ、たけし、ビビってんのか？びっくりした。もう。おい、もう帰ろうぜ。あ、これ、私がこれなの？あと、絵文字消されとるわ。私の絵文字消されとるわ。バカバカしい。お化けなどいるわけがないでしょう、科学的に考えて。おい、シカコ、気をつけろよ。動かせるんだ。ドア。ちょっとむず。
鍵がかかってる。よし、これはちょっと難しいんじゃないか。お皿だ、お皿だ。猫でもいたのか。お皿だ。むず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 、動かし方むず。皿が割れていますね。見たままのこと言ってる。皿の破片を手に入れた。皿が割れていますね。大事なことだから2回言ったのかな。以上か。もう米は炊けてるのか。そういうのは見れない。何なんだ。何もできない。戻ろうか。じゃあよし。いや、皿を、うん、鍵がかかっている。みんな消えた。なんで。あ、言ってるわこの人。皆さんそれだけ。とりあえず先にこの回を見ていきたいな。鍵がかかってる。じゃあもう上か外か。すぐ。あー、なるほどね。なんかなんだこれ。あ、シェア。あ、取れるんだこうやったら。端末に保存。ちょっとやめようか。勝手にちょっと待って。これあのボイボイ P の端末なんで怖がっちゃうからね。これはこれで多分いいのかな。この館のマップっぽいよね。よくわかんないけど、どうせ鍵がかかっているだろう。分かってんだよ。これもどうせ鍵が入れんのかーい。何これ。なんだったの。何もないな。ちょっと真剣になっちゃうね。よいしょよいしょよいしょ。何も。たけしびっくりした。たけし。コト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 。自分の口で言ってんの。コトコトコト。他のみんなはコト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 。なんだこいつ。ダメだ。もうみんな全員ここ手分けして入ってるんじゃなくて。入ってないのか。なるほどね。じゃあ開けてみるべきなんだな。ガタガタしてるだけで何にもわかんないよ。あー、また降りてきちゃった。むずい。よし、じゃあこれも開くのか。鍵かかってんでしょほら、やっぱね。じゃあ、お、なになに、鍵かかってんでしょ。開かない。鍵とかじゃないんだもん。もはや鍵がかかっている。みんなどこ行っちゃったの。もう一回何回かやったら開くんかな。もうそういう問題じゃないっぽいね。開かないね。開かないもん開かないね。じゃあなんか外に行けるっぽかったから、外なのかな。ここね、ギオカ。じゃあ、鍵かかってんの。もう一回こっちに行くの。こっち行ってないか。確かにみんなはって思って今あのごめん。なんか通ったよ。あ、開くのかな。開かない。今ちょっと開かない。閉じ込められてます。皆さん閉じ込められてます。ちょっと待って。何もしてないんですけど。鼻水出ちゃった。シカコはブルーベリー色の巨人に追いつかれてしまった。ちょっとどういうこと。ごめんなさい、どういうことですか。私何も、なんか私が見てなかっただけ。なんか見えてた。見えてないよね。私はただその開かないをやってただけなのに。もう一回死んじゃったよ。コンティニュー。わかんない。取っとこう。はい、じゃあセーブデータがありません。したらよかったの？してないじゃん今。もう一回1から？なんでやねん！じゃあ早送りじゃん、もう絶対これ。じゃあタイトルに戻るにするしかないの。ちょっと後で教えてもらっていいですか？購入する？すぐ。もうこっから？もう絵文字はダメなの知ってんのよ。よし、じゃあうちの実家の犬の名前にしよう。
これはでも仮の名前なんですけど、スキップ OK。 じゃあもう おいもう帰るぜ。はいはい。おい天さんなんかちょっとドラゴンボールみたいになっちゃうねもう知ってんだから一回皿確認して上上がれってことでしょ。はいはい。ちょっと意味わかんなかったんですけど、なんか勝手にやられちゃったんですけど。あーなるほどね。じゃあもう事細かにやっといた方がいいんだ。そういうわけでもない。どうせ開かないの知ってるから意地んない。で、はい。みんなーってなって、どうしたらいいのかな。まあ、とりあえずさっきのたけしを。はいはい。どうせガタガタしか言わないんでしょ。あれ？え？あれ？あれ？あれ？全部確かめないとたけしがどうなるかわかん、見れないの？え、そうなの？あ、ここで型っていうのか。それが、あ、なるほどね。はは、はい、で、ガタ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 、はい、タケシ。ガタガタしか言えねえやつだな、つって。で、下に戻ったらいいのかな。OK。さ、ちょっとでもさっきの本当に分かんなかったか、私も、いたーってなって、私が窓のとこでどん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 してたらやられたから、あんましない方がいいの開かないね。ちょっと一回だけじゃ、この開かないのくだり、うん、出よ一回じゃ。で、あ、うんうん、かきかかってるよねっていうくだりやって、ねえ、ガタ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 たけし、さっき見たのあれか。やっぱりガタガタしか言わねえ。どうしたらいいの。とりあえずセーブしとこう。どうしたらいいんですか。で、開かないって書いてたところと鍵がかかってるっていうのは多分意味が違うんだよね。だから開かなかったところが開くようになったりするのか。鍵かかってんだよね。開かないよね。なんなのこのゲーム難しい。あ、これさっきこれもう一回写真撮っとかないと消えちゃったんだよね。まあ結果見ても今わかんないな。たけしが使い物にならないからな。もう一回行くか。青鬼って何なの。推理ゲームなの。どこにも行けない。みんなこれどこまで音拾ってるかわかんないけど、正直めっちゃ今陽気な音が聞こえてるんで、冷蔵庫の中にも誰かガタガタ入ってないかな。入ってなかった。じゃあ私さっきなんか死んじゃったけど、もう一回あそこ行くか。もう一回セーブしとこう。怖いからこれもう一回セーブして、よし。何回やっていいのね。何回開かないのくだりやっていいのかな。ほれほれほれ、怖い怖い。入れた。死んだなこれ。ちょっとお手上げなんですけど。え？ヒント見ればいいかな。ヒント見てみよう。動画を見ようか。ヒント見る。さあ広告を見たんで、何かタンスが揺れたようだ。誰か中にいるだろうか。もう見ましたけど。もう一回見ようか。さらにヒント見ようか。だってもう私同じ失敗を一生するよ。他にもタンスあった？なかったよね。さらにヒント。さあ見ました。
机の椅子の影になっている部分が怪しい。何か落ちていないだろうか。あー、たけしがいた部屋ってことだね。じゃあコンティニュー。こっちでいいのかな。はい、たけしの部屋に椅子がね。そっか、そもそもなんであの椅子がガタガタしたのかも分かんなかったな。影ないけど。どうしたらいいのかな。なんか探せるのかな。たけしもなんかしろよ。ヒント、いや何もできぬよ、何もできぬよ。椅子の影って1階の？いや、その椅子のことだよね。はい、その椅子をどかせるんですけど、どかし方を教えてくれ。とりあえずセーブしとくか。タクシーの部屋でセーブ。さあ、私が一回あの開かない下りをやったよね。やってからセーブしてるもんね。またまたたけしのガタガタ、たけし聞く。たけしはもうガタガタしかやっぱ言わない。あ、なんか急に動かせた。ガタガタたけしめちゃくちゃ連打したらなんかある。図書室の鍵を手に入れた。たけし一緒に行こうぜ。ダメだこいつ。じゃあ図書室はどこなんだろう。あ、これがその図書室の、わかんない。ありとあらゆるところを試すしかないね。だから鍵かかってる系のところはこれで試したらいいってことか。大変よこれ。始まる前に時間かかるんですって言ってた意味がわかった。じゃあ、いっちゃん下だ。多分ね。あれ、こっち試したっけ？よし。図書室の鍵だと？開かないよね、どうせね。はあ、なんか、いつどうやって自分が死んだのかもわかんない死に方、2回もしてると、ここだったりして。あ、いた！ちょっと進んだ気するな、これで。あ、なんかおるで。セーブでき。出れん。出れた。セーブできる。ここでしとこう。ここでしとこうね。よし。ここからはもう、わかんないけど、やばそうな匂いがする。消えてる。怖い怖い。何、あいつ見つけてどないすればいいの。ねえみんな、どこ行ってるよ。怖い、何、怖い怖い。え、消えてる。すごいヤブちゃんの顔見ちゃうわ。何何何、なんで消えちゃったの。私がセーブなんてしてたから。何もな、何もない何もない。なんだ、なんか隠されてんだの。気のせいだったの。私が何もないね、こういうところにも。え、怖い。机の上にあるものを見ろ。めちゃくちゃ教えてくれる。よし、確認しよう。ちゃんとね。あ、あの青いやつは何だったんだ。果たしてここの部屋ではもう出てきたー。やー、待って待って待って。え、これ一生追いかけられるやつね。あー、早い早い。早すぎないですかね。え、どれが真実なんですか。あー、もう終わったー。怖い、鳥肌。どうしようどうしよう。たけし、たけし、あれ入ってこない。入ってきた、出た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 。
私あ、怖いちょっとその絵だったんだ。テンさんはクレゼットにクローゼットに隠れていたのを見つかってしまった。困ったね。これはだ、寝室をすぐに見つけなきゃいけないってことじゃない？はい、ということで、生き返った。これは鍵をも持ってる跡かな、多分ね。あ、まだ撮ってないです。まだ撮ってないのか。よしよしよし、いいよ。この鍵を取ってから襲われるんだもんね。だから急げ急げよ、早く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 、すごい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 、あ、ちょっと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 、ちょっと早いよ、なんかさっきより早いよ、早い。あー、すごい、かけてくるぞ。なんかドア開いてる。これ教えてもらったの、これでいいのか。あれ、私言われたの、ヤブちゃんにここに逃げれば平気だよってただめちゃくちゃドキドキして終わった。生き返った。鍵、もうさ、さっきの風呂場に行けって言われたの私は。ねえ、鍵取って急いで鍵、ねえ、もうめっちゃ早い、めっちゃ早い。なんか私が早くなったら急にやつもめっちゃ早くなってる。急ぎ急ぎ急ぎ、すごい抜けてくる、キモいキモいキモい。間に合わなかった。難しくない？何回やんのよよし、作戦変えた。とりあえずめちゃくちゃ逃げろってことらしい。一回めちゃくちゃ逃げてみて、で諦めてくれる瞬間があるっぽいから、諦めた瞬間にあの浴室に行く作戦。っていうか寝室の鍵があるから、寝室がどこか分かったらさ、そこに逃げ込めるはずなんだよね。でも寝室がどれか分かんないのよ。どれですか寝室は。でも待って、さっきのたけしがいたフロアはもう開かなかったから、いっちゃん上かな、寝室といえば。もしかしたら、じゃあ行くぜ。まあでもめっちゃいっちゃん上行ってみようかな。もうどうせまたダメだろうから、あともうこれ練習編にして PC でやった方がいいかもね。なんか最終的にダメだ、むずいよ。むずいよ。これはどうしたらいいんだ、どうしたらいいの。とにかくいっちゃん上に行く。頑張れ。逃げんのが難しいんだもん、そもそも。で、一回なんか下向くのやめてほしい、ほんと。いけるんじゃない？見られてなかったよ。いけるんじゃない？するんだね、青鬼って。いけたー、ちょっと待って、セーブセーブ、ソフトウェアアップデートされます今夜あー、よーし、いや外も盛り上がってるよし、なんか落としてるっぽいね。ハンカチめっちゃ汚れてる。待って、たけしはねえ、ここに入ってたたけし、たけし、たけし、どうしよう。で浴室行く、浴室行くか、
浴室。よし。とにかく私が逃げんの下手すぎたっていうだけの話だったっぽいね。はい、でこれを押して綺麗にした。あ、なんか落ちてる。ドライバー。どこに使うの、プラスドライバー。あー、なんか使えないですか、ここら辺。どうしようかな。鍵はある。寝室、寝室は多分3階っぽいんだよね。はい、めちゃくちゃセーブ託してくれる。 OK、 促してくれる。 OK、 そうか、こっちなんか行こうとしなかった。急に行けるようになってるじゃん。何、何かありますか。あ、洗剤。これは青鬼にぶっかけるってことかな。開けることはできたが、ただそれだけだ。もうちょっと、よし、開け開け開け。いいよ。さ、怖いな。どうしようかな。どこに出れる。やっぱ鍵はかかってるよね。こっち。図書室だったね、これ。ガラスは割れたまんま。なんかここも逃げまどれたのかな、こうやって。もしかしたら。そんなわけないでしょ。あ、もう怖い。いつどこで出てくるかわかんない。怖い。ここもちょっと鍵開いた。ちょっと待って、鍵かかっとんのかーい。じゃあ上か。青鬼はさ、ちゃんとノックするタイプだったから笑っちゃったよね。あー、ドキドキする。鍵かかってる。じゃあやっぱ一ちゃん上だ。セーブしとこう。なんでもいいからセーブしとこう。よし、やっぱここが寝室だったか。嫌な音鳴ってる。嫌な気持ち。このポーンは時々いない。ただ嫌な音だった。なんだ。いらないよね、これ。え、いるんかな、いるのかな、いらないの。あ、青銭は別にいらないの。いらないね。じゃあいらないよ。危ない。危うく何でもかんでももらっちゃうところだった。なんもないのかな。ただの寝室、ただの寝室だね。特に何もないっぽいですね。なんか足音聞こえた気した。何もない。え、左のベッド動かせるの。お、終わった。積んだ。治ってるかな、もしかしたら。うん、治ってた。あ、そっちじゃないっていうの、ちょっとめっちゃ面白い瞬間だった。積んだわ、すごい。頑張れ頑張れ。もうちょっと上の方かな。ちょっと上の方からやるのかな。え、ねえ、さっきスッて動いたよね。やっぱじゃあ合ってたのかな。なんで。じゃあちょっともう一回試しで左、こっち側からやってみようか。
動かなくなってる。またまたなんかしら、やっぱこの銭を手に入れろってこと？そうだよね。よし、動いたー。どういう原理かはちょっと分かんないけど落ちてみる。セーブしとこうね。何でもかんでもセーブしとこうね。よしよし、はい。ピアノ怪しいですね。先に触るの嫌だな、なんか。これまだ序章なの？あ、なんか、おすごい冴えてる。あ、ごめんなさい実況で無言になるっていうキャーびっくりしたかな外にいる人たち急に叫び声がピン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 。なるほど、メニューかな、アイテムかな、ハンカチかも。違うかった洗剤だ。だってあんな血ついてるもんね。ピアノには洗剤ですよ。洗剤をハンカチにつける。洗剤のついたハンカチを手に入れた。でこの、ハンカチを、使用する。ありがとうございます。941でした。でもなんかこのデコボコデコに意味があるんだよね、きっとね。ちょっと写真撮っとこう。いやえ、ひどくない？今回は以上ですかねあーびっくりした。無理じゃん、あんなんされたらさ、ピピピもしに行けないしさ、ただ逃げるしかないってことだったんだ。むずー。はい、ということで、なんかもうこれ以上続けてもめちゃくちゃ時間がかかるっていう多分予想ができたので、はい、終わりました。映ってたはい、そうなんです。もうね、多分ね、無理だ。ちょっとでも今回は練習とどんな感じかっていうの分かったので、もしかしたら今後なんか導入されるかもね。コントローラーが導入されるのか、やっぱ PC でやってみようってなるのかもしれないんですけれども、うん、ちょっとハラハラはした。あとめっちゃ時間かかるわ。まあまあ言うてと思ってたけど、私がやっぱ進めなさすぎて、あと私がひらめきがなさすぎるから、もうずっとやぶちゃんの方見ちゃうし、ずっとやぶちゃんもちょっとずつ教えてくれちょっと右行った方がいいかも教えてくれたりしたんですけれども、あーこれめっちゃあれじゃない、ゲーム実況史上、まあ、まだ始めてそんなに経ってないけど一番長くなりそうな予感。どんだけ編集してても多分ね、まあ長くなってそうですね。ごめんなさいね皆さん、ありがとうございます。ちょっとうるさかったかしら私、大丈夫かな。いや、楽しくプレイさせていただきました、ありがとうございました。ということで、いいねだったり、チャンネル登録だったり、ぜひ、よろしくお願いいたします。ということで今回は、初めての青鬼プレイでした。ありがとうございました。またね。チャンネル登録よろしくお願いします。